はい、こんにちは、サイです。今回は、昨日今日出た情報をさらっとおさらいしつつ、動画の後半の方でこの石50個変身ロボシリーズガチャについて思うことをちょっとだけ話していこうかなっていうふうに思います。はい、でこれが昨日出た情報で、今日出たのがこちらですね、ムーと氷ってことで見ていきましょう。はい、まずこちら、これはねもうすでに知ってる方多いと思うんでさらっといきます。本日の12時からですね、販売開始していますよと。期間中、魔法石ショップで石50個とロボシリーズガチャが販売されます。価格は5020円で、ラインナップがこの4つですね。まあ、この4体はね、もう完全に環境トップのモンスターたちなので、欲しいって思ってる人は多いんじゃないかなと思うんで、まあ結構売れるんじゃないかなって気がしますけどね。はい、っていうことですね。で、こちら、これが今日発表された、ムーと降臨ですね。で、プラス、モンポキャラの、強化もね、発表されているんで見ていきましょう。はい。まず、ムーと降臨、こちらが難易度が絶壊滅級と壊滅級の2種類で、奥まで行くとムーとが待っていて、倒すと一定確率確定じゃないんですね。ムーとが手に入りますよと。これ、上の難易度だったら確定とかじゃなかったっけ？もともとのコンスとかあの辺ってどうだったかな？ちょっと覚えないんだけども。はい。結局3人ワイワイにも、登場しますよと。で、クリア報酬がありますね。で、壊滅級クリアすると、二次メダル3枚とプラス3000。で、下の方が、スーパーノエル、ダイヤフーツ、古代の三神面が配布されますよと。はい。で、これはなんだ、奇跡特大の交換対象となる奇跡が追加。あ、なるほど。特大に変換できるってことですね。はい。で、能力見ていきましょう。本体の方が、神バランスの水光、回復動機を2つ。スキルプラス封印10個、十字3つのバインド。スキルが一旦指と回復2倍のロック解除、HP が 80% 以上の場合、水光回復を10個生成、4ターン。まあ、後半部分抜きにしても結構強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。リーダースキルが指7秒で、水の攻撃力が20倍、水の5個字1個につき軽減3コンバクさん。これ、10字1個を組むごとに軽減が上がっていくのか、じゃあ組めば組むほど軽減率上がっていくっていう感じですね。ただまあそうだな、耐久するために盤面に大量の水が必要になってくるんで、実際の耐久力はどうなんでしょうね。7秒で十字を2つも3つも組めるかっていうとちょっと難しい気がしますね。まあこの軽減率がそうだな、1個につき何パーが妥当だろうな、 30% とかあった場合2個組んだら半減、3つ組んだらまあちょっと弱いか。7抜きにするにしても、まあ、3つ組まないと厳しいから、まあ、40%、35%、その辺かな、わかんないけど、とりあえずね、書いてほしいですね。はい。中学生が回復努力強と操作負荷とスキルプラスと毒プラス。はい。で、武器の方が、十字と水努力強2個、光努力強2個、スキルは一緒ですね。まあ、個人的にはね、強いと思いますよ。リーダーとしてはちょっと癖強いんだけれども、サブとしてはね、破格の性能だと思いますね。まあ、スキブ4つにできて、スキルターン4なんでベースとしても強いし、まあ、十字もね、まあ、ここ最近暗闇目覚めのダンジョンすごく増えてるんで有効だし、そもそも10個持ってるんで、その攻撃力もまあ、最低限は出るのかなっていうところで、まあ、全然活躍の場はあるんじゃないかな。水バレ使う場合は回復努力を持ってるんで、水バルキリーシールと組み合わせれば相当な回復量を得られると思うので、ロイヤルオークとかあの辺ね、安定感もかなり上がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。すごくいいキャラだと思います。早く作りたいですね。はい。で、あと、アメンとコンスの調整もされますよと。まず本体の方が武器は調整ないのかな。スキルの方が、これ内容は変わってなくて、ターンが1個縮むんですね。個人的にはね、僕これ、HP50% 以下の場合のみ使用可能なんで、HP50% 以上でも撃てるような何かしらの、なんていうのかな、要は空打ちできるようにして欲しかったですね。なんかちょっとつけて欲しかったなっていうのが個人的にありました。で、リーダースキルの方が、倍率が10個もちょうどで50倍が100倍に上がってますね。まあ、これはね、もともとのアメンも倍率100倍だったのが進化すると50倍だから弱体化してんじゃねえかっていうね、まあそういう声があったんで、そこに考慮して100倍にね、合わせたのかなっていう感じですね。まあでもいいんじゃないでしょうか。はい、コンズ。こちらは、スキルの方が、内容は変わっておらず、ターン数が1個縮んでますね。はい。で、リーダースキルの方が指7秒固定の木を6個で20倍、木闇闇の同時で激減の3コンボが5コンボ加算。まあ、なかなか決めるの難しいリーダースキルなんで、あれなんですけれども、まあ5コンボ加算か。ちょ、面白いですね。はい。で、期間限定でアメン降臨、コンスコンリーも、この期間と同様に登場しますよと。もともとのこのムートが、期間の方が、あ、こっちが長いんだ。なるほどね。ムートは15日いっぱいまでで、
アメンコンソは12日までらしいですね。イラスト見ましょう。すごい好きなんだよね。やっぱ褐色のね、大人の女性は僕はすごく好きですね。いいと思います。イシスが白いんで、褐色が好きな人は、こっちがおすすめです。何がっていう感じですね。はい。っていうことで、すごくね、楽しみですね。ってことで、まあ、これについてちょっと思うことをね、話していこうかなって思うんですけれども、まあ、昨日ですね、本当に何の前触れもなく、唐突にこれがぶっ込まれてきて、まあ、トレンドにね、ノーチラスが上がってたりとかして、すごい話題になってましたよね。これに関してね、本当にいろんな声がありました。まあ、闇ロボが来るんじゃないかっていう風に言われてて、だからまあ、このタイミングになって、叩き売りしてんじゃねえかっていう風に言ってる人が結構多かったかなっていう風に思いますね。僕は、まあ、基本的にこういう確定系のパックに関しては、まあ別に売ったからって買うかどうかはね、もうこっちの自由なんで、まあ好きにすればええやんっていうのは、まあ簡単な話だと思うんですよ。まあ好意的に取られてる人も実際多いと思うんで。ただ、まあ冷静になると、ちょっとなんかそんな簡単な話でもないのかなっていう気がしてて、まあなんでかっていうと、ここ最近のこういうパック系の、やつって、すごいね、高額のものが増えているんですよ。黒メタルの価値が、暴騰した時ぐらいかな。8000円とかのパックがこう結構出てくるようになったじゃないですか。まあ今も売られてますけれども。まあ8000円のパックはね、買う人そんなに多くないかなっていうふうに思うんですけれども、でもこれまでにその8000円っていう高額なパックを何度か見てきているから、なまじこの5020円っていう価格がちょっと安く感じてる人もいるんじゃないかな。昔はその同じ星7フェス源である大魔女確定ガチャとか、あと福袋ガチャ、シエル、ギガ、ノンのどれかが出るやつが、1220円っていう、まあ、結構お手頃価格で販売されてたっていう過去もあるんですよ。なんで、それと比べると、相当金額は上がっているなっていう感じがしますよね。で、まあ、要はこれって、そのガチャ1回に必要な石の数が変動していく過程と同じ理屈で、石10個ガチャを何度もやった後だと、この石6個とか石7個のガチャが安く見えるっていうパターン、これにかなり近いと思うんですよね。実際今回そのラインナップがこの4体。なので、いずれも現環境トップクラスのリーダー。この4体のうち、まあ1体でも持ってないものがある人はおそらく買ってしまうんじゃないかな。1個持ってない人は、まあ、その課金をね、許す無課金の人じゃなければ、まあ買うの安定なんですけれども、このうちどれか1個でも持ってないよっていう人の場合でも、おそらく高確率で買ってしまうんじゃないかな。まあ、このロボガチャをね、実装するのを運営が前もって、計画していたのか、あるいは思いつきでやったのかは分かんないですけども、まあ、いずれにせよ結構買ってしまう状況がもう作られてしまっているなと。で、その今噂されている闇ロボが、もし本当にね、今後間もなく実装されるんだとすれば、ここでこれらのロボットをばらまくことによる、その今後のね、ゴッドベースの回転率が下がるっていうことも、まあ、かなり抑えられると思うんですよ。って考えたら、運営さんうまいなっていうふうに思いますね。僕はですね、この4体のうち、シーウルフだけ持ってなかったんですよ。なので、これを、まあ、買うとすれば、このシーウルフ1点狙い、25% なんで、まあ、かなり分が悪い勝負になるんですけれども、購入しました。で、結果なんとシーウルフ引くことができました。まあ、嬉しかったですね。で、ただまあ、それはたまたまで、本当に。75% の外した世界線も一応想像はしたんですよ。その場合って、5020円で石50個と、交換素材1個、まあ、普通に課金した場合の石って85個なんで35個の差があるわけですよね。で、石35個と、交換チケット1枚が等価であるかどうかっていうのを考えたら多分等価じゃないと思うんですよね。だって交換で大体5つか4つぐらい使うんで、それが1個35個って考えたら、まあ、決して得とは言えないかなって思うんで、まあ、自分が欲しいものが当たること前提のパックになるなっていう感じなんですよ。だからまあ、期待値的には、絶対買うべきではないんですよね、僕の場合。まあ、でもね、やっぱ夢を見てしまうんですよ。だから、結構それで、まあ、買って外して、後悔したっていう人は、今結構多いのかなって。多分、明日のセルランはね、がっつり上がってるんじゃないですかね。っていう感じがしましたね。はい。まあ、あんまりだから、その、ユーザーのね、足元を見てる感じがちょっとしてしまったんで、イメージはね、いいか悪いかっていうと、ちょっと悪い寄りなんですけれども、まあ、我慢できる人は、我慢した方がいいかなと、個人的には思ってはいるんですけどね、どうなんでしょうね。
はい。ということで、まあ、買った人も買ってない人も、たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、これについて思うことがあればね、ぜひコメントで教えてほしいなっていうふうに思います。はい。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画も生放送でお会いしましょう。バイバイ。